先輩、ちょっと待ってくださいよ。駅までですけど、よかったら一緒に帰りませんか？どうしたんすか先輩？あれ、エミじゃないか。何やってんだよ。なんでもないって。いいから、先輩も勝也も私のことは気にしないで。何怒ってんだよ。まあいいや。先輩、こんな凶暴女ほっときましょう。先輩、本当に大したことじゃないですから、あまり気にしないでくださいね。先輩、早く帰りましょうよ。ほら、呼んでますよ。さよなら、先輩。エミのやつ、いつもとちょっと様子が違ったけど、どうしたんですかね。そんなことないですよ。ただ、いつもうるさいあいつが珍しいなと。なんか天変地異でも起こったりして。まあ、そりゃ幼馴染ってやつですし、あんなのでも。ひどいなぁ。俺にだって相手を選ぶ権利ぐらいありますって。そういう先輩こそ誰かと付き合ってるんじゃないですか。本当ですか。なんか意外だな。ちなみに先輩はどんなタイプが好みなんですか。いいじゃないですか、教えてくださいよ。落ち着いた人がタイプですか。なるほど。なんだか大人のお付き合いって感じがしちゃいますね。かっこいいな。うわ、やば、電車が来る時間だ。それじゃ先輩、また明日。
壊れてしまう。何もかも消えてしまう。助けてくれ。運命を止めて、この世界を助けてくれ。Thank you.